はい、こんにちは。ずいぶん暑くなりました。今日は2020年の8月の3日でございます。自転車で東京駅の北側に来ました。今ですね、東京駅北側、これなんつうんだっけな、梶橋じゃない、もう名前忘れちゃいましたが、ともかく、映像で言いますと左手が神田駅、今画面の正面が東京駅丸の内北口ということになりました。向こうの方までまっすぐ歩いていくと面倒くさいので、ここから早速地下に入ります。実はこんなところにもね、小さなちょこんとした東京駅の地下への入り口があります。ここから入っていって、今回は新しくなった東京駅の地下の商業施設を皆さんに紹介します。この辺りは昔の東京駅の雰囲気をまだ留めてますね。丸の内駅舎がね、復元される前のこの武骨な東京駅が私結構好きだったんですけれども、スーツ着たサラリーマンしかいないようなね、そんなちょっと暗い薄汚いような東京駅の姿はもはや過去のものとなりつつあります。本日の8月3日からさらに東京駅の地下の商業施設グランスタが拡張されることになりました。グランスタというのは東京駅の JR 東日本系列の鉄道会館という会社、これね、戦後のもう特急列車が復活したとか、もうそのすぐの頃からずっと東京駅の開発をしているところですが、その会社がやっている、まあ、大きな商業施設でして、これは世界最大級ということになっています。東京駅の地下、 JR 東日本の入り口は4つこれまでありました。丸の内の地下、南口、中央口、北口と八重洲口ですが、それ以外に本日もう一つ新しい入り口が開業しています。さっきの地図にはまだ反映されていなかったようです。これから東京駅の北側の自由通路を通ります。2階建てになっているおなじみの自由通路です。これを通って八重洲方面へ抜けますが、八重洲までは行きません。この地下の自由通路に本日から新しくグランスタ北口という名前の改札ができたそうです。グランスタ地下北口というのが正しい呼び方なのかな。今日からできた新しい改札はスイカなどを使う人だけが通り抜けることができるそうです。そしてその改札を入ってすぐのところに新しくオープンしたグランスタ商業施設群があります。東京駅はこの間まで地下のところでも工事をしてまして、入れないような場所があったんですが、今日からいよいよこの改札開いて中に入れることになりました。人通りが多いからね、写真を撮るのもなかなか大変でしたけど、脇で切符とかも売ってないんで、本当にスイカ持ってないと入ることができなかったようですね。特に係員さんもここで見る限りはいなかったかな。生産機はありましたけど、乗車券の発売チャージをやってるだけなのかな。まあ、ともかくですね、入るとすぐ目の前が綺麗なピカピカのデビューしたばかりの商業施設群です。でこんな感じ、またたくさんお客さんが歩いてましたが、あ、こんなまた新しいところができたか、ピシッと整然とした綺麗なところでね、あのコロナウイルスのあれですけれども、まあ、結構にぎわっておりました。まあ、人は、まあ、そうは言っても密集というほどではなかったですけども、空いてるといいなと思って向かったところがありました。幸いなことに空いていました。今日からオープンしたレストラン、ザ・セントラル東京というところです。食堂車をイメージしたレストランということで、もうすでにニュースなどにも出ているかと思います。私もぜひ行ってみようと思いましたね、向かってみました。普通のお店の区画の中に鉄道車両のようなモックアップが設けられていて、本物の鉄道車両が入っているわけではありませんが、外からでもこのように姿を見ることができます。そして、この、まあ、食堂車と中では呼んでいましたけれど、車両のような場所の区画と、それからその車両の中ではない別のところにもテーブルが並んでいて、まあ、それぞれ別に分かれているようですが、空いていたので今回は食堂車の中のところで食事をさせてもらうことにしました。これがその食堂車の写真です。実際の鉄道車両よりは横幅が随分長く作られているようです。まあ、そのおかげで店内広々、ソーシャルディスタンスも確保というわけですけども、これはもともと食堂車というよりは戦前の特別急行の最後尾に連結をされていた展望車、それをイメージして作ったようです。そしてこの車両の中の部分は食堂車のような雰囲気で整えられています。これが戦前の特別急行富士号が関門トンネルを今入ろうとしている、そういうところですけれど、一番後ろはもともと食堂車ではなく、政治家とか家族とか、まあ、そういった偉いような人たちがたくさん乗っている、そんな特別なグランクラス並みの高級な座席が並んでいたところで、食堂車は車内の別のところに実際には設置されていたようです。ここではその展望車を食堂車として製造しています。中に入るとね、これグラスを取ったら下にカシオペアとあって、実際の今走っている特急カシオペア号の食堂車を利用するときに出してくれるコースター、それを使ってね、料理提供してくれるんです。特に説明はなかったですけれど、アイスティーを頼んだらこれ下に置いてくれましたよ。物によってはね、コースターがつかないやつもあるそうです。そして今はランチタイムがちょっと終わり、お昼のカフェ営業ということだったので、あまりたくさんのメニューはありませんでしたが、それでも名物のハヤシライスを食べることができました。2200円のデラックスハヤシライスみたいなやつとね、1500円の普通のハヤシライスがあって、もちろんデラックスのやつを頼みましたが、具沢山、柔らかくしかし噛み応えのある肉と、あとは生クリームみたいなのが乗っていて、これで味も変わるし、マッシュルームも
これもしっかりしてて美味しかったですね。結構たっぷりあったんで、ハヤシライス食べるだけで満足できるかと思います。ちなみに飲み物が300円引きになるそうでして、300円でなんか飲み物をもらった。それからですね、サラダもついていました。その後はお会計ですが、レジの下のところに特急カシオペア号と北斗星号のお皿、そしてナイフ、フォークが飾ってありました。これは本物ですね。懐かしいですよ。私も当時これ使って食べました。今でもカシオペアに乗ればこれと同じ食器を出して食べることができます。前ね、東京駅のグランスタの1階のところだったと思いますけど、実際にこれを使って料理出してくれる食堂車のメニューを全部揃えているようなね、レストランがあったんですよ。あそこで確か牛フィレ肉のソテーポルトソース食べましたけど、またああいうのもやってくれればなと思います。それから日本食堂博物館みたいな感じになってですね、こんな風にメニューなんかもいろいろ飾ってありました。これ1982年の特急朝風号のメニューだそうです。物価がまだ安いからね、どのぐらい高級だったのかは見ただけでは分かりませんが、それからもうしばらくした後の、これもまた食堂車ですね。で、まあ日本食堂のやつですけど、物価が随分上がってきているから、これは北海道とか使ってたやつなのかな、ちょっとどの程度のやつなのかは分かりませんが、これもまたやはり昔のメニュー。これはオリエント急行88って言えばいいのかな、日本で走っていた1988年に特別運行されたオリエント急行の時の、まあ、何か記念のやつでしょうか。こんな感じでね、メニューが飾ってあって、これを見るのも面白かったですよ。昔からずっと会社の中で温めていたものだと思います。レストランを出るとすぐ目の前に簡単な待合所のようなものがあって、まあ、銀の鈴に次ぐような、多分これから待ち合わせスポットになるんでしょうね。なんとかゼロみたいな名前で呼ばれていましたが、昔東京駅を発着していた寝台特急のヘッドマークや国鉄時代の駅名表などが置いてあります。そしてまたすぐ脇には、これ那覇ネフ20だったと思いますけど、特急列車朝風号などで使われていた初代ブルートレイン20系客車、それの模型が置いてあります。これはですね、特急朝風号を実際に製造していた大船工場の工員さんがどうもこれを製作されたようですけど、2ヶ月間かけて製作に当たったって書いてあるから、相当手間がかかったんですね。実際様々なところまでリアルに再現されていました。例えば後部標識灯の周りの赤い飾りとかね、それからこのテールマークですけれど、朝風というこの幕をちゃんと変えられるようにもなっていたし、それからこれ車掌室なんかもちゃんとモケットが貼ってあってね、レースのカーテンみたいなのもあって、まあ、これ幕っていうかヘッドマークですけどね、上にシュッと抜けるようになってる。だから、まあ、はやぶさとかそういう風に付け替えることもできたんでしょう。反対側のつま面も見てみますと、これはね、なかなか面白かった。まあ、実際の鉄道車両と同じようにリアルにここもまた再現されているわけですが、この名板がもともと設置されているところ、製造したところでね、日本国有鉄道大船工場とか、そういう風なのを多分当時の工員さんが書いたんだと思いますが、その一番下、更新修繕総合車両製作所とあります。これは JTREC といって、まあ、今の JR の車両製造部門みたいな感じなんですけど、多分大船工場のそれから歴史を引き継いでいるここの方がここの東京駅へ飾るにあたって修繕したから、それでまた実際の鉄道車両と同じようにプレートをつけたんでしょうね。大変面白かったです。結構シャレが効いている。さてそれからはこのエスカレーターは上がりましてですね、で、じゃあ東京駅の1階部分に出ようと、なかなかこのエスカレーターもすごいですね。今まではなかったやつですよ。これで東京駅にこれまで行くことのできなかったところへ上がるわけですが、これ東京駅の中一体どこなんだみたいな、もう訳が分かんなくなっちゃうくらいね。一応いつも行く東京駅ですから現在地は把握はできているつもりですが、こんな綺麗な場所ができたか、びっくりしながら1階の部分に抜けました。これからですね、画面で言うと右手方向に行きますと東京駅の中央通路ということになります。それでは今回はこの辺で、どうもありがとうございました。